はい。4、3。にゃんにゃんにゃにゃんにゃんにゃんにゃにゃん。2月22日はオールにゃんで。で。ということで、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ね、キノコ国元のギャフンと言ってみよう。今日は第39回ということですね。ちょっといつもとこの背景とかこう雰囲気がね違うと思うんですけど、今日はね東京某所の、バストラさんのスタジオっていうところからね、これ検索しても出てきませんよ謎のバストラさんのスタジオからね、生演奏、全部生演奏だよギャフン、はい、でお届けしたいと思います。で、ね、いつものようにね、コメントが来てるのかな、来ると始まります。あ、素晴らしい。あそこ見えます。はい、あのちょっと小さい、はい、あの来てることは分かりますちょっとじゃあ今日天の声の声、はい、読めますかね。これ聞こえてるんですかね。どうですかね。聞こえてると思う。聞こえてる、はい、聞こえてます。天の声です。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いしますよろしくお願いします。元気ですかって市原さんいや、ありがたい。はい、すごい、あの始まった瞬間に第一コメントさすがです。はい、ありがとうございます。じゃあこれで、視聴できてるということで、はい、何人かコメント来て、はい、こんにちは、楽しみにしてました、パチパチ。わー、嬉しい。はい、さあそれじゃあタイトルいってみましょうかね。ね、いきますか。大丈夫ですか。はい、ではキノコ国元のギャフンといってみよう。はい、ということでね、今日はもうずっとライブ生演奏、ね、ということで、東京某所バストラさんのスタジオからねお送りします。今日は、構成演出がいつものマメさん、そして、まあ、音響担当がバストラさんということでね、よろしくお願いします。ね、あの影の声言っちゃったよ僕喋る、うん、まあ、そういうことで賑やかに今日ねやっていきたいと思います。ね、イエーイ。でね、今日はね、その、先日ね、1月に中野部、品川区のね、中野部ボナペティというところで、オールワンブラザーズがね、ライブやったんですよ。ゲームミュージックサルーテ4というライブやったんですけど、まあ、その時のも、同じ曲をほぼ今日演奏しますので、ね、あの日行きたかったけど行けなかったとかね、遠くでちょっと無理だったとかね、なんかいろいろね、子供が熱を出しちゃったとかね、お父さんが急に家を出て行っちゃったとかね急に前歯が折れたとかね、まあいろいろなことが皆さんあると思うんですけどね、そういう方のために今日ズババーンとねほぼ全曲お送りしますのでね、長い時間ですけどちょっとお楽しみに。さあそれでは早速バンドのメンバーを呼んでみようかな、はい、いいかな、いい、カメラは大丈夫かな。大丈夫、大丈夫、はい、はい、それではまず、オールワンブラザーズギタリスト天童。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。まあ天童さんはギャフンの準レギュラーということで、うん、しょっちゅうね顔見てると思うんですけど、もう今日はねもう全国の天童ファンはもう天童さんのギターがもうガンガン聴けるからね。今日の猫の日っていうことで、うん、この猫っぽいグッズを。いいね、これ見えるのかな。見えますか。ギターのピックガードのところ。ね、肉球。見える。あとね、ギターのストラップも猫。ストラップが猫だ、うん、これ、あ、シャツもだよ。猫つぶしてきました。はい、ということで、オールワンブラザーズなんですけど、今日はオールニャンデーということでね、うん、お送りしますね。さあ、そして、素敵なゲストミュージシャンを紹介しますね。まず、ドラムス、滝沢博之。滝沢さんはね、今日は声張って喋ってくださいね。マイクがないんでね、はい、初ギャフン。そうそうそう、初ギャフンです。初ギャフン、ありがとうございます。はい、こちらこそビデオでの出演はね何回もあるんですけど、はい、まあ、本人生出演は初めてです。初めてです。ありがとうございます、はい、センシティブってコメント来ましたいや、それ失礼じゃないまだ今何もセンシティブなことしてないと思う。やばい
存在が存在が頭が、はい、はい、まあね、あのでもそれセンシティブは褒め言葉だと思ってるんで、どんどん声かけてください。はい、はい、そしてもう一人のメンバーは、ピアノ&シンセサイザー荻原和音。いやね、二度目まして。そうね、前に出てもらったね、ということでね、はい、まあ、なんつうんだろう、荻原さんはまあ、いろんな活動されてる方でね、いろいろ忙しい中でも今日ね、駆けつけてくれまして。暇です、暇。いやいやいや、ね、ということで、全国300万人の荻原ファンの皆さんね、お待たせいたしました。ということで、こういうメンバーで今日はね、やっていきたいと思います。いいのかな。さあ、それでは早速1曲目いってみましょうかね。なんかみんなある、喋りたいこととか。とりあえず挨拶がやるんで1曲やりましょうかね。さあ、では今日はね、スタジオライブって初めてね、やるんでね、もうドキドキしたりね、ヨボヨボしたりヨレヨレしたりしてるんですけど、ヘッドホンをね、こうやってみんなつけてやるんですよ。だから普段のね、ライブハウスでやるのとちょっと勝手が違う、うん、まあ、ね、なんて言うんだろう、こう今パソコンで聞いてる皆さんにとっては何にもストレスないと思うんですけど、これまず今、ね、L と R が分かんない状態で、ね、そっからこういう感じでよれ触ってた、すでによれよれよれしてます、ね、さあ、それでは、オープニングということで、ファミコンのね、ボンバーキング、ね、これがあれですよ、アルバムスタックキャッツのね、うん、1曲目。今日アルバムの曲をたくさん、そうね、演奏します、ね、そう、それ言ってなかったね。10月の、去年の10月の1日にスタックキャッツっていうオールワンブラザーズのアルバムを出したんですけど、 その曲をたくさんやります。そうなのよ、だから、そうだね、まあ持ってる方はその CD 版と今日のライブがどう違うかを楽しんでもらいたいし、持ってない方は今日聴いて、お、いいなと思ったら迷わずもう今すぐ Amazon でポチッとね、もうもう一つの画面で Amazon 開いといた方がいいですよ。せっかちか、はい、ではボンバーキング聴いてください。
コンバーキングでした。いやどうなんでしょう、まあ、もしまたコメント来たらお願いします。いやこれはね、1987年だったかな、87年かな、うん、に発売されたゲームでね、これ何作目ですか、国元作品。これはね、多分6作目ぐらいですね、はい、だと思うんですけどね。いやいかがだったでしょうかね、これアルバムの1曲目もボンバーキングから始まってるんですね。そうですね、そうなんですよ、なんかボンバーキングの思い出とか誰かありますか。ボンバーキング僕リアルタイムではあんまやってなかった派です。あ、まあそりゃそうだよね、うん、天童さんいくつだったっけ。1987年は5歳、5歳だもんね、うん、そう。あでもこれの前って迷宮組曲とかチャレンジですよね、うん、それはやってた。それだからまあそうだね、5歳ならギリギリファミコンできるか、うんね、全然やってましたよ、ね、ギリギリじゃなくて。賢い子だったのかね。賢くはないけどめちゃめちゃやってた、うん、あそうなんだ、うん、賢くないんだ。賢くはない、滝沢さんも確か、はい、同い年、そう、ね、1982年生まれでね。そうです、5歳。ボンバーキングやってました。やりました、すごい。マジでした。ただそのファミコンを買ってもらうのがちょっと遅かったので、多分、うんうん、5歳とかその頃よりはもうちょっと小学生な部分ですかね、うんうんうん、真ん中とか、真ん中4年、5年生とかで、うん、クリアできた。いや、死にまくって大体2面とか。あだよね、スライムの、緑色のスライムのあそこまでとか。だよね、国元作品って結構難しいゲーム多くないですか。俺のせいかディスられてるのか。めちゃめちゃ難しい。いや、もうね、いつもねイベント会場でね、うん、そうやって怒られていつも謝ってるんですよ。作ったわけじゃないのね。どうしてくれるんだと、子供の時のね、時間を返してくれるんだいつも謝ってるんですよね。難易度はでも別に影響してない、ね、曲とは関係ない。そうなんだけど、うん、ちなみに荻原さんは87年って生まれてた。聞いちゃいます。いや、センシティブ。生まれたばっかりです。あ、ほんと。生まれたばっかりね。あ、そうなんだ。タメです、ボンバーキングと。面白い、面白い。そう、ちなみに何月生まれだっけ。10月でございます。若干若いよ。ボンバーキング確か8月ぐらいだ。ほんとすごい若干。今日は新たに分かった新事実、うん、はい、荻原和美はボンバーキングとタメだった、ね、みんなそれで覚えてくださいね。そうか、センシティブな話題っていう。センシティブですね。コメント来てます。イエーかっこいいっていう、ありがとうございます。あとセンシティブな話題って今の話題って。すいません、また全国300万人の荻原ファンに怒られちゃう。300万いいねください。300万いいね。はい、はい、じゃあ、2曲目いきたいと思います。で次はですね、私のファミコンのデビュー作、はい、チャレンジャーの曲をですね、これをしっとりとしたボサノバ調にアレンジして、もう原曲とは違った感じでお送りします。名付けましてチャレンジャーの休息。
さざ波のように巻き起こる拍手ね、配信だとねやっぱりねこのなんだろう前にお客さんがいないのでなんか変な感じ変な、これは変な感じ。今20人ぐらい見てます。ああここに20人いると思いますね。いると思う。そっか、あそれはすごい。 ありがとうございます。ありがとうございます。なんか急に楽しくなってきたすごいよ、天の声のその人を励ます力。もうちょっとしたら300万人ぐらい。あ本当にそうだよ、荻原ファンちゃんと来いよ何してんだよね。ということで今日は2月22日オールニャンデーということでね、東京某所バストラさんのスタジオから、オールワンブラザーズの生ライブ配信をお送りしております。コメント結構来ました、はい、チャレンジャー今年になって初めて買いましたっていう方がいらっしゃいますね。そういうファミコンを、ファミコンのカセット、ファミコンのソフトを買われたってことですかね、うん、それはありがたい。おしゃれすぎるっていうコメントも来てます。ありがとうございます。音がすごく綺麗です。はい、これはもう全部バストラさんのおかげです。ありがとうございます。あの全部読み上げます。はい、大体読み上げます。あさっきなんかね、市原さんがボンバーキングは87年の8月7日で花花、花花、なるほど、花花で覚えてください。はい、ということで、うん、はいって、はい、はい、みんなのテストに出ます。はい、ありがとうございます。以上です。はい、ね、じゃあ次はですね、急にまあ、ゲーム音楽じゃない曲をねやりますんでね、びっくりするかもしれないですけどね。びっくりしますね。あ、びっくりした？びっくりしますね。びっくりするか。そうそうね、うん、はい、ね、そうなんですよ。この前のね、ボナペティのライブにね、うん、外国人のお客様がね2人いらっしゃっててね。いらっしゃいました ね、 ね、うん、私ね、ライブに小学生と外国人が来るとはしゃぐタイプなんです。はしゃぐな。でだからこの前のライブは両方いて、うんうん、あ、いていていてってのひどいな。来ていた、両方いらっしゃって大はしゃぎでした、ね、大はしゃぎ、うん、ね、そうなんですよ。もうはしゃぎすぎてね、ライブ終わって帰ってからちょっと39度の熱が出ましたね。それは本当ですか？嘘です、はい、ほとんど私の言ってるから嘘なんですけど。でその時にね、ステージ上で、As no friction っていい発音でね言って、 Do you understand ってやるのがいつも私の癖なんですよ。曲名をね、そう、うん、曲名を Do you understand って言って、でそしたらもうすごいこうなずいてくれてたんで、外国人の人、あ、これ通じたと思ってね、はい、ということで、ちなみに As no friction っていうのは、はい、Google 翻訳するとどんな思うんですか？あ、じゃあ今ねパソコンの前の皆さん Google 翻訳してみてください。あ、じゃあぜひコメントで。これ今マメさんタイトル出てるの？え、あ、今出します。はい、綴りが、綴りこれです、ね、はい、こういう綴りでちょっとね Google 翻訳入れてコメントにしてみてきてくださいすごい人に調べさせるYouTube 使って翻訳、はい、じゃあその間に我々演奏してますんでじゃあ答えをお待ちしてます、ね、コメントで、はい、では、オリジナル曲 As No Friction 聴いてください。
さて翻訳結果は出ました。すいません、ちょっとあの事故で音が鳴りませんでした。画面だけしか出ませんでした。あ、本当に。すいません。ええ、どういうこと。音だけ出なかったんです。え、今曲丸ごとですか。あのジングルの。あ、ジングルがね。曲では大丈夫ですよ。曲は大丈夫。ジングルが絵だけだったね。絵だけ。はい、じゃあジングルの音楽はみんな脳内保管してください。はい、あのどうですか、コメント来てます。ね、正解者が一人。お、市原さん。あの平成のクイズ王だからね。摩擦なし。おお、まさにその通りです。初の福祉、摩擦なし。うん、はい、ということで、翻訳すると弾けないですね。摩擦なしって言われてもね。一応市原さんからいろいろコメントが来ていて、はい、あの全部読まなくてもいいですよ。あのでもね、あの市原さん帰っちゃったみたいで、あの時間なんで残念ですが、ここで失礼します。退席ですね。続きも頑張ってください、ね。なるほど。あともう一個コメントがあって、はい、ふんふん作曲法じゃないタイプの曲と予想っていうコメントがございます。なるほど。じゃあ、はい、そういう難しい笑いはここでは一切しないので、はい、あの今度飲み会でしましょう、はい、ね。ということで、こんにちはって新しい方が。あ、本当ですか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ね、はい、ということで、で次なんですけどね、はい、今日はあのオールニャンデーということにちなみまして、あの1曲今日のために猫に関係する新曲を作ってきました、ね、本邦初公開です。ではそれを演奏するためのまずみんな準備を準備、はい、これね、ヘッドホンの、ね、前にするといいよ、はい、あ、みんなに伝わるのこういう感じで、うん、あ、すげえいい。ね、これ見えるかな。ちょっとあの今とあるものを頭に装着したんですけど、ね、見えてる。キラキラしてるから多分分かる。見える。ヘッドホンの前に、うん、あ、そうそうそう。いやー、モヘーですわ、モヘー。全国の荻原和音ファン、モヘーですわ。300万人いますかね。それからあとあの全国の滝沢ひろゆきファンね。あの本人曰く何て言ってましたっけ、猫耳つけたら、そう、丸刈りで猫耳ってなんか未確認生物みたいだなっていうのを事前にニモさんに申し上げたら、逆にそれが見たいっつって最初ね、猫耳つけて1曲やろうってちょっと冗談で言ったんですよ、うん、あの SNS 上でね。 そしたら滝沢さんからリップが来て、そういうね、未確認生物みたいになりますよっていうのを聞いて、めっちゃないと余計だから何こいつみたいな永久保存版。多分ね、この格好は今日しかしないと思う。コメント来てます、はい、あのスキンヘッドによく似合ってますあ、これね、1ミリぐらいあるんですよ。美味しいな。需要があります。ということで、需要があります。美味しいよこれ、うん、ということでね、この猫耳をつけて猫に関係する曲をね、1曲、多分これ今日しかやんないね。初めてで多分最後だね。わかんない、でもすげえ受けたらどうしよう。受けたら毎年に2月22日にやろうか。じゃあ、聞いてください。聞いてくださいっていうほどの曲じゃないんだけど、猫踏んじゃったってさ、みんなさ、そう、これ言いたかったのよ、うん、猫踏んじゃったっていう曲あるじゃん、うん、あれさ、猫の立場からしたらひどくね。踏まれちゃった猫踏んじゃったのに、あの曲調だよ、わ、うん、かる。痛いのにそうこっちとらえ、そうそれを思って、うん、これは猫に悪いと。だからちょっと猫の立場になったら、うん、それで猫踏んじゃって本当にごめんなさいっていう。踏んじゃったことあるんですか、猫。ないない。それは想像の。踏んだことある。ちょっと踏んじゃったことあるかも。すげえ。家で猫経験値高い。そう、こたつ入る時とか入ろうとしたらいて、ちょっと踏んじゃったみたいな。結構あるある。その時謝った。謝る。やっぱ謝った。なので次からはこの曲を、うん、あの弾いて、うん、あの謝りたいと思います。そう、だから猫踏んじゃった反省バージョンです。うん、覚えてください、はい。反省バージョンですからね。じゃあ聞いてください。Thank you.
心から反省しました。すいませんでした。はい、本当にすいませんでした。ということで、これでじゃあ猫耳はですね、今日はここまでということで。これ今ちなみに今の曲の中にこう、うん、なんかいろんな曲のオマージュされてたと思うんですけど、それは皆さん伝わってるんですかね。いや、そんなことはないんじゃないかな。そんなことない。コメント来てますよ。来てますね。あの国本さんのルーツになった太陽にほえろが入ってますね。完全にバレてる。太陽にほえろなエレジー。何人か複数名の方が。複数名にバレてる。はい、猫の悲壮感を通り越しておつやな感じ。じゃあ猫踏んじゃった&猫死んじゃった。大反省バージョン。大反省。大反省。あら、そこまではね、そんな深い反省な感じに聞こえましたかね。はい、ありがとうございます。よかった。伝わったな。ということでね、さあオールニャンデーのね、はい、曲も終わったところでまたライブに戻りますね。はい、では次はね、あ、じゃあ次天童オリジナルですね。じゃあどうぞ、はい、曲目紹介。これもアルバムの、曲なんですけど、リトルスカイっていうオリジナル曲を、やってみたいと思います。はい、はい、イメージが私はありますけどね。その辺はどうなんですか。リトルでいいですか。これあのうちのキャットタワーがあるんですけど、ね、でキャットタワーの横にあの窓があるんですけど、キャットタワーからその窓をなんかうちの猫が見てて、その風景が好きでこんな感じの曲を作ったっていう。いい話だな。猫エピソードその1。猫目線だったんです。
猫目線。そうそう、いい話だよこれ。本当ですか。うん、多分今いい PC の前で3人ぐらい泣いてる。泣いてる。泣いてます。あ、でもあれだよね、考えたらさ、オールニャンデーって言ってるけど、うん、アルバムもスタックキャッツだし、そう、今のは猫目線の曲だから、うん、あながち無関係じゃないんだね。そう、あんまり気がついてなかった、うん、ちょっとふざけてオールニャンデーって言ってた。むしろこのためにやったようなもん。そうだね、スタックキャッツだもんね。そうそう、そうそう。あ、ちなみにスタックキャッツってどういう意味だか分かりますか。あの Google 翻訳、次の曲までにあの。そうね、そう、これはでも結構スタックっていうのはよく普段から言うかな、なんかスタッカーとかね、いうのがあるから。今日それをしていきましょう。じゃあ、え、あの、え、英語翻訳、はい、じゃあ1曲ずつなんかお題を出して。めんどくさい。ほら、なんてこと言うんだ。なんてこと言うんだ。チューニングしたいんですけど、はい、なんか喋ってもらっていいですか。じゃあ次の曲、はい、次の曲はですね、次の曲が元になってアルバムのタイトルができたっていう。ああ、あの、そうですね、スタックキャッツってこう英語で書いてみると、ST なんだっけ、 STACKCATS なんですけど、うんうんうん、それをこう書いてね、両方から見ても同じっていう意味。そうそう、そう、回文ってこと。そう、回文。そうそう。で、それをつける元になった曲を次やります。そうだ、うん、はい、はい、では、これは、これ今日、マメさん今日絵出るんだっけ。出ますよ。お、はい、じゃあイラスト入りで楽しく、はい、はい、もう老若にゃんにょでも楽しみ。言えてない、言えてない。あの、絶対に AV 女優とか出てきませんので、あと絶対法律に触れるような歌詞は絶対ありませんので、センシティブな、安心してご覧ください。老若にゃんにょご覧ください。じゃあ逆さ言葉みたいです。
島病、常に熱、薬リンクスリスクリスクリスク、ワクチンチクワ。出た。ツッコミありがとうございます。センシティブ。そうですね。肖像権がやばそうみたいな。あ、ありがとう。それ全部褒め言葉として。褒め言葉です。はい。いろいろコメント来て。そうですね。あの、この番組はスポンサーがいないので、あの、我々はね、自由なんです。もう何のその縛りがもうないんです。はい。ね。ということで怒られたイコール全部褒め言葉捉えてるんで、どんどん怒ってください。ロックな番組、自滅するだけってことですよね。あなた時々グサッと言うこと内部で言われるとちょっとショックだわ。うん、そうね、誰も困んないけど自分だけが、そうそうそう、自爆する、ね、あ、そう自爆する、そうそうそう、ね、あの、でもそうね、あのイラストを、あ、イラストをね、選んでくれたのは天童さんかな、うん、イラスト屋で頑張って探してます。あの、だほら、こう、このイラストが欲しいと思ってもさ、ない時があったじゃない。うん、そう、あのね、まさきってね、あんまないんですよ。そう、だからね、レオはすぐに3つ浮かんだんだよね。うん、でまさきがね、あの、京本まさきと神田まさきはすぐ浮かんだんだけど。そう、だってレコーディングした時に、うん、あの、まさき誰いるっていう、そう、そう、2人でずっと探してたんですけど。なさすぎて。そう、あんまなくて。意外とないのね。そう、あの、別にほらクラスにはまさきくんとかいたけど、それ出してもしょうがないから、有名人意外とない、ね、そう、なのでまさきご存知の方いたらコメントでぜひ教えてください。そうね、差し替えたいね、うん、ポケモンにまさきっていう、あ、でも あんまりビジュアルとして、あ、あんまりよくだね、いや、認知されてないんじゃないですか、ね、まさき影が薄しかった初代、そう、あとほら、タイマーを巻いたの映像絵がいっぱい出ないね。さすがにタイマーを巻いた絵はイラスト屋にはない。ないない。で、あれは天童さんがちょっと、うん、あれ二つ合成したのかな。うん、ああ、そう。あとワクチンチクワもそうだよね。そうそう。チクワワクチン。合成したりしてるんですよ。うん、結構ねテクニック使ってます、うん。はい、ありがとうございます。で、あの動画を作ってくれたのがね、あの福岡のね、うん、FGMF の関係の人でね、うん、あの、あ、これ今の曲は YouTube でも見れますんで、うん、あの、あ、YouTube でもってか今も YouTube でも。2画面開いてもらいましょう。あの、1番と2番が、ね、あって2バージョンがありますんでね。あ、そうですね、今日やった、うん、そう今日やったのは2、ね、そう2の方なんで、ね、1の方も気になるっていう人はぜひね、うん、絶対センシティブなことはないので、うん、健全健全絶対 AV 女優とか出てないんで、はい、出てないフリーですか。そう、ちなみにね、この逆さ言葉の動画を見てから、あの AV 女優を検索した人私複数知ってますね。はい、あの、それはそれでお楽しみくださいということでね、はい、まさき一人来ました。津田まさき、津田まさき、ああ、それ誰、俳優さん、若い俳優さん、じゃあ、はい、じゃあ候補に入れておきますね。さあ、では、次の曲ですけどもね、はい、今度はあの、PC エンジンの、うん、あのブレイクインっていうね、あのビリヤードのゲームがあるんですよ、
これ誰も知らないんですけど、本当に全国でね300本ぐらいしか売れなかったんですよ。300本はい。だからそういつもねライブでブレイクイン持ってた人とか言うと、うん、誰も手を挙げないんですよ、はい、なのでまあその誰も知らないゲームの曲をねちょっとアレンジしてお送りします。昼下がり T ロワイヤルという曲名です。では聴いてください。ジングルの間にお酒を飲もうと思ったらあっという間に終わってました。今度はバッチリです。バッチリ、はい、ありがとうございます。昼下がり、はい、どうでしたかね、こんな、ね、曲がゲームにあったとはちょっと思いづらいですけどね、まあ、
まあ、ビリヤードということでね、当時も結構あのジャズ風には作ったんですけどね、それをさらに推し進めまして、うん、はい、こういうのがね好きな方はちょっとね、スタックキャッツのね別画面でポチッとこうして別画面、はい、手が滑って3クリックぐらいしていただいてもね、いいんですけど、ちなみに今日これドラムの滝沢博之さん、これはい、これ皆さん見えますか、これ変わったセットでしょ、これなんていうんですか、これ機械の名前は、これは電子ドラムです、電子ドラム、エレドラ、エレドラとも言います、エレドラ、僕も前これ持ってました。本当に？そう。ドラムを叩けたらモテるだろうなと思って買ってみたんですけど、うん、買って毎朝起きたら練習してたんだけど、うん、半年ぐらいしたら売っちゃいました。うん、うまくなんなくて挫折。あ、そう。そう。その話を初めて聞いたもん、ね。そうでしたっけ？うん、そうそう。これはだからなんていうの？これ家でも練習できるんだよね。そうそう。大きな音が出ないから、ね。うん、みんなだからヘッドホンでドラムとか聞こえるというね、変わった機械を使って今日演奏してますね、不思議でしょ、そう、ちなみに沖原さんは何かあれですか、ピアノシンセサイザー以外の楽器に何かトライしたとかありますか、ギターをやってみたことがあるんですけど、おいやーもう習った体験レッスンまで一回行っといて、やっぱり無理すぎてやめましたね何が無理なの、もう指が痛いのと、あ、何が無理って、もう全部無理です何ギターを習いに行ったの、エレキ、はい、まあ、私は楽譜を書くことがあって、あ、そのギターの譜面を書けるようになるためにがまず第一目標で、あとは、まあ、音をレコーディングして自分で打ち込むというか、う、自分の曲にギターを入れられたらいいだろうなっていう、なので何の曲が弾きたいとかではなく、全体的にギターを知りたいと思って頑張った時期もあったんですけど、うん、あ、それで挫折した、ダメでしたね、今度なんか一曲チェンジしてやると面白いかもしれない今言ったが、はい、コメント、コメントがね、うん、天童さんのドラム見てみたいっていうコメントがまさに見たい、うん、ね、見てみたい、チェンジして、じゃあ、ね、そうね、うん、じゃあ次の配信をもしやるときは一曲、うん、メンバーチェンジって何で、パートチェンジ、いいですね、をやろうさすがにお金を払って来ていただくライブではできないこれこう無料だからね、配信はね、確かにね何でもできる、そう、じゃあ次回やりますよ、配信、ベース弾きたいです、今からでもいい、あ、じゃあもうベース、ドラム、ギター、克服して、ボーカル、あ、俺キーボード弾いてもあまり面白くないから、俺ボーカル、じゃあロックの曲やる、ロックやるなんかピストンズとかそういう、あー、かっこいいなんのこっちゃすいません、例えが古くて、もうロックって言うとすぐピストルズとか出てきちゃうんですけど、古い話です、なんか鍵盤の、はい、何鍵盤使ってる、上はジュノ DI で下は何ですかって聞かれてるんですけど、 CP33 CP33 ですか、スタジオのやつなんですけど、はい、はい、今日2段組マニホックの質問ですね、はい、なんかキーボーディストの方なのかな、なんかすごいよく分かりましたね、その角度で、はい、そういうマニアックなご質問もどんどん答えられる範囲で答えますので、うん、パートチェンジ面白そうですね、わーいってみんなこれも決まったな、盛り上がって、はい、やりましょう、はい、じゃあ次の配信を考えたいと思います、はいはい、あとはまあ猫耳の他にね、なんかこういうものを装着してほしいというようなリクエストがありましたらコスプレ、はい、ちょっと装着の方もいろいろ考えて、うん、装着滝沢さんにこんなものを装着してほしい大体センシティブになってるあるいはなんか脱いでほしいとかですね、こんな服を着てほしいとか、そういうなんかね、裸の上にタンクトップじゃない、なんかね、裸のタンクトップ、なんか何でもいいですけど、はい、では、次の曲ですけども、あ、これまた天童オリジナルですね、あ、これもそうです、はい、これも、ゲームの曲じゃないんですけど、オリジナル曲をやります、ハッピーホリデーという曲で、アルバムにはこの生演奏版と、うん、あとファミコンの実機でこれを打ち込みを鳴らしてもらったバージョンもあるので、ぜひ違いをチェックしてもらえると嬉しいなと思います、そうそう、うん、これね、最初にデモバージョンを聴かせてもらった時に、うん、あ、これなんかゲームでこんな曲ありそうだねって確か返した記憶、うん、そうですね、なんかね、すっごい昔に作った曲で、ファミコンのっぽい音で打ち込んでて、それを聴いてもらって、
だからね、そのアルバムの最後に入ってる曲は、うん、本当に昔こんなゲームあったよって言われたら、ふーんってなる、うんうん、何の違和感もない。そう、ちなみにあのファミコン音源貸してくれたのは、あの某ネスバンドのエムケンさん、マツケンさん、マツケンさんのご協力をいただきましたんで、ね、はい、では今日は生演奏バージョン、ハッピーホリデーです、はい。お、そうだったっけ。そう、もうちょっとプロ犬とか、うん、あ、結構いっぱい重ねてるんで、ピアノの音色もなんか、そっかそっか、うん、ラジオっぽいピアノって、あ、そうですね、そうそう、そうね、うん、そうなのよ、そうなのよそうにゃのよ、にゃにゅよ、ね、というアルバムね、去年の夏ぐらいにね、レコーディングしてたんでね。そうです、夏、うん、一夏かけましたね。そうね、うん、荻原和音の2019年の夏は全部もらったよ捧げましたね誤解を招く表現だね。ね、まあまあ、あの特感ですごいもうね、うん、短期間でやったから、ね、超短期決戦でしたね、そう、ドラム1日でした、うん、そうそうそうだ、そう、ね、あのね、滝沢さんはね、本当に仕事が早い、ね、強いんだよ、うん、だからリテイクないんだ、ないない、結構ワンテイク、ね、これみんな録音とか知ったことある人は分かると思うんですけど、ね、じゃあ次本番行きますって言ったらその瞬間に体がこっちにってなってそれしているじゃないですか、うん、絶対弾けるの間違っちゃったりとかさ、うん、あとやっぱり例えば3分の曲だったら2分50秒ぐらいまでうまくいってると、もう残りの10秒で間違えたら2分50秒が水の泡ってなったりして、うん、ちょっとねそういうプレッシャーを全部ね跳ね抜けてね、うん、彼はねワンテイク、もうワンテイク滝沢って今度ワンテイクだぞ。オールワン。ね、オールワン。あれはちょっとね痺れましたよ。そう。
そうなんですよ。ね、あのお二人だったからよく一緒にやってるっていうのもあるし。あ、そうですか。はい。あ、それはな。初めましてでそんなワンテイクは多分緊張しちゃうんじゃないですかね。そうなんですか。多分。なるほど。じゃあいい意味でちょっとこうリラックス感が。そうですね。曲も多分割とライブでやったりとか合わせてやったりとかしたから。あ、そうなんですね。やりやすかったです。おかげさまです。はい。ギターとかはどうなんですか。ワンテイク録音とか言っちゃったんですか。ワンテイクほぼないですもんね。いっぱい重ねたり。あ、そうか。っていうか、うん、重ねるのはいいとしても、うん、例えば一つのソロは1回で弾いちゃうとか。うん、そんな。あ、曲によりますね。あの簡単なやつ、リトルスカイとかは結構ほぼ直しなく、うん、通しで弾くけど、うん、さっきのアズノフリクションとかは、うん、音色も結構変えないといけないから、うん、こっからここまでこのギターで撮って、こっからここは違うギターでやるとか。ギターモデルを変えたりしてる。そう、結構やってますね。いやだからさ、そういうなんかギターの音色の2の人とかは、うん、こっからここまであのギターでしょとかちょっと当ててもらいたい、うん、俺絶対無理俺も多分無理自分で聞き返してこれ何に使ったかなとか結構わかんないですね、うんうん、あ、それで一つ思い出したけど、うん、これ初めて言うけど、うん、あのスタックキャッツのアルバム通してベースの話なんだけど、うん、1曲だけね、俺このチューンのベースじゃないのを弾いてる曲があるの。じゃあこれベースの耳がいい人に当ててほしいな。音色が違うとかきっとで、俺自身は分かりません相当難易度答えを知ってるのに全く違いが分かりません、うん、でも明らかに、ね、違うベースなんでね、うん、1曲だけ、うん、まあ、違うってか俺これ1台しか持ってないんで、実はそれはあの仮録音した時に それを使ってて そのテイクがすごい良かったっていう、あの新宿のノアっていうスタジオのベースです、うん、あそこの歌詞ベース1曲だけ、うん、それをそのまんまね、これこのまま入れていいんじゃないっつって使ったんですよ、うんですね、じゃあこれはクイズです。当たった人には、うん、トウモロコシ1年分マジでなんでやねん今思いついたからやねん、はい、ということでね、ではそんなわけで、あ、残りいよいよ最後の曲、あ、2曲ですね。残り2曲になりました、はい、ね、あ、時間もいい具合ですね。さあ、それでは次の曲は、あ、コメントは大丈夫ですか。あ、コメントはですね、はい、パンチインをしたらいいんじゃないですかみたいな話。パンチイン、一発撮りできないときは、気に入らないときに殴るっていうんですかね。あ、そういうことやですね。エンジニアさんの方をほらっつってお前よ、ちゃんと編集しろや、肩パンすることですね、うん、あとタッキーのドラムの安心感を分かります、ね、あゆみさんのコメント、ありがとうございます。ありがとうございます。あとトウモロコシ1年分にすごい反応してるから、ね、やべえ、本当に当たったら本当に当たったらどうしよう、はい、では、次はね、PC エンジンの、はい、ドライブゲームでね、ビクトリーランっていうのがあるんですけど、それの、中から2曲をメドレーでね、これはもうロック調に演奏しますので聞いてください。ちょっと待って、はい、なんかね、倒れますよ。傾いてる、うん、はい、はい、行きます。
今度のあのなんかスーパーファミコンじゃない PC エンジンミニって出るじゃないですか、はい、あれにビクトリーランって入ってるんでしたっけ。入りますよ確か入る、うん、じゃこれの元曲が聴けるっていう。そうですね、うん、そうだね、あのPC エンジンミニがね、うん、3月かな、だからもうすぐだね、あと1ヶ月ぐらいでね、そうそう発売になって、そう早く届いてほしいんですけどね。あ、今予約したの。予約してる。なるほど。そうね、だからまあ当時ね、いろいろやっぱりゲームってソフトが高かったから、はい、PC エンジンのソフト高かったよね。はい、うん、PC エンジン子だったんですよ結構そんな言葉初めて。そうで、だから国本作品を結構やってて、ありがとうございます。だから加藤ちゃんケンちゃんとか、うん、まあ、最近は演奏でよくやってるんですけど、うんうん、あのゲームを久しぶりにやりたいなと思って。そうね、うん、ちなみにね、加藤ちゃんケンちゃんもね PC エンジンミニには収録されるけど、うん、ああそうそう、ね、大人の事情でね、情海外版で、海外版ね、あのマメさん得意の海外版ですね、海外版JJ&JF、 そう JJ&JF、 誰だろう。でもゲームの内容は一緒なんで、一緒、ほぼ一緒、 BGM も一緒、うん、はい、うん、ちょっとあの表現が柔らかくなってる部分、うん、そうだよね、はい、おならの代わりがなんとかとか、そうそうそう、スプレーみたいな、ね、おならもダメなんですか。おならダメです、ね、だってお尻出しておならするから多分ダメだ、ね、そういうのもグラフィック変えてあるんで、まあ要は下ネタ NG、 下ネタ NG、 うん、はい、ということで、じゃあ、まあ、多分 JJ&JF はみんなやったことないと思うからね、ぜひ、うん、楽しみです、楽しんでください、うん、ね、さあそれでは最後の曲になりましたね。はい。はい、代わりに、ありがとうございます。長い曲ですからね。あ、そうですね。次は、マザー3の曲をメドレーで、やりたいなと思ってます。この間のライブでもあの外国人の方が見に来ていただいて、この曲の反応がめちゃめちゃ良くて、そう。人気だなと。海外で人気のゲームなんだね、うんうん、やってるんです ね、 3、うん、なので今日は3曲メドレーでやりたいと思うので、うん、ぜひ聴いてみてください、はい、じゃあこれは最後の曲です、はい、
いらっしゃらなかったかもしれないですけどね、はい、あとあれですね、 Google 翻訳の歌い出すの全部忘れてました。大体そうなんですよ。うちのメンバーはこういうとこしっかりしてる人いないんですよ。投げっぱなしです、ね、マネジメント力がゼロ低い、ね、あゼロか低いんじゃなくてゼロなんですね。ね、ということで、はい、すいませんでした。大体いつも謝るんですよ。大体もうね、はい、じゃあ今日の、まずあの、ね、構成演出まめさんありがとうございました。そして、音響の、まあ、バランスとかすべて、うん、あのこの方のおかげで今日の配信ができたと言っても過言ではない。バストロさんありがとうございました。どうもどうも、天の声もやってました、はいはい、ありがとう、コメントも読んでいただきました、はい、ちなみに、そうだな、今日からね前売り開始となっています。次のライブはね、まあ、キノコ国元バンドなんですけど、ランデブファイブっていうのがあって、バストラさんと滝沢さんは、ビバピコジャズのメンバー、はい、だから出ます。ランデブーの時は、ね、対バンなんですよ。そうそう、ということで、まあ、そういうライブもありますのでね、ちょっとチェックしてみてください、うん、この辺に今出てるかな。出てない、出てない、出せない、その次言ってくれないと。いや一応ね、はい、もう豆さんのことだからパッと出すかなと思って。はい、もう呆れられました今ね、はい、ではあとなんか今日なんかいるんですか。あれあれはなんか新しい、あそうかそうだね、あれあのじゃあね、そうもう一つちょっと告知していいですかね、はい、ね昨日新しい CD が出まして、はい、これ今画面に出てるんですか。出てます、はい、はい、じゃあ画面に出てる、うん、キノコ国元ヒストリーボリューム2、あ右の方って言われても分かんないや、うん、あのもう今日はこれができない。あ、それ合ってる、もうちょっとした、奇跡的、あ、そこそこ、ほんとこれ俺今モニター見ないでやってるから、はい、そこそこ、これです。タッキーに、タッキーの下ぐらい、うん、あ、この辺合ってる、タッキー消えた消えた、もうちょっと下、はい、ね、で、タイトルはねスター忍者って言って、はい、私の手掛けたスターソルジャーと忍者ハットリくんの、うん、曲がいっぱいアレンジで入ってるアルバムです、うん、はい、合ってる。それでこれにはその、まあ、オールワンブラザーズの曲提供してるし、それからビバピコジャズさんも2曲提供してもらって、これねビバピコジャズさんのねアレンジがねめっちゃいいっす、
もう本当今ここで流したいくらいだけど流さないでみんな買ってねっていうライブでも多分やります、ね、うん、やりますね、ちょっとびっくりする、うん、楽しみ、そう楽しみにしてください。まあ、他にもいろいろなアーティストが参加してくれてて、あの全部でね17アーティストで37トラックかな、もう盛りだくさん、うん、もうね69分収録しちゃったから、もう CD もあふれんばかりの収録数になってますんで、収録時間かね、これはねあと先行販売として3月1日の M3 で売りますので、そこでゲットしてください。でその後 Amazon であのポチッといけるようになりますんでね、お楽しみにということで、はい、ありがとうございました。 CD の宣伝させてもらいました。欲しいって言ってる人います。本当、うふん、嬉しい嬉しい、にんにん嬉しいでござる。じゃあ最後にみんなで猫耳してお別れしましょうか、はい、いや配信ライブ初めてやったけど楽しいですね。楽しかったね。楽しい、またやりたい、ね、結構なお客さんが23、4人ぐらい、 ありがとうございます。もうバストラさんのおかげでございます。いやいや、マメさんのおかげでございます。いい、そう、映像すごい。そうなんですよ、あの縁の下の力持ちって言ってね、うん、やっぱりここの4人しか映ってて、なんか4人の手柄みたいに見えるけど違うんですよ全然違うんですよ。この後ろで支えてくれる人がいるから、あ、それから見てくれる皆さんがいるからね、そうそう、成立するんですよ。これ観客ゼロだったらね寂しいですよ。寂しいです。無観客試合、リハ無観客演奏、今流行の無観客試合ですよ。流行なんですよ。うん、まあそれ以上はあのコメントしないけどいやということで、もう皆さんのおかげで本当にありがとうございますね。はい、ね、さあそれではそろそろね、はい、じゃああと分かりましたね。どうでしたかね、あのオールニャンでね、滝沢さんの猫耳は皆さんいかがだったでしょうかね。ね、そう、さっきも言いましたけどね、こんなものを装着してほしいとかね、こんなシャツを着てほしいとかね。そんななんかありましたらどんどんこちらまで。ないけど、ないけど。あとは天童さんにこんなストラップをねしてほしいとかね。このストラップはもう今日だけですか。これ、次のじゃあ来年のまた猫の日は猫の日専用ね、はい、うん、これちなみに犬も持ってるんで、お犬の日は確か11月1日、うん、あ、そうなの、犬の日もあるの、そう、あ、ワンワンワンの日か、うん、あ、じゃあ皆さんそういうことでどうも今日はありがとうございました。またどっかでお会いしましょう。さようなら。いい猫の曲で終わる、ね、にゃんにゃん